今日は市場で買ってきました。鮎ですね。1匹190円です。はい、鮎です。愛知県産の鮎になってます。で、これはもう内臓出し塩焼きにしたいと思います。あとはハリイカですね。ちょっともう墨が出ちゃってるんですけども、2匹で500円でしたので、これも一緒にさばきたいと思います。ちょっとまな板が汚れると嫌なので、これは後からさばきます。では鮎からさばきます。お尻のところから、すごい綺麗に内臓が取れますね。次は川魚は初めてかな。で、ここに血合いが、やはり他の魚同様結構びっしりとですね、血合いがありますので、これを取り除きます。これをブラシでお尻の方までしっかりと広げて、鷹の中がきれいに洗いました。イワシとかと違ってやっぱり中骨、ね、この辺の骨がしっかり硬いというか、あまり崩れにくいですね。魚の特徴かもしれないです。こちらも、はい、きれいに洗いました。じゃあこれはもう塩焼きにします。まず頭のところを、薄皮があるのでこれを切りから押し出すようにしていきます。はい、イカのところを、はい、でひっくり返していっていこうか。頭と引き離す。で、ここが内臓を切り離します。こちら内臓部分ですので、破棄します。で、この顔の部分は口があるので、この口を上に向けて切り込みを入れると。目玉があるので、これをこちらにも目玉があるので、これを取ります。硬い部分があるので、これは軟骨かな、捨てます。くちばしを絞り出して、硬いのでこれは捨てます。こっちは捨てます。こっちは食べます。はい、先ほどのイカはこの中に真っ黒、全部入ってますので、これを洗います。よっ、ではあとはこの耳を、
はい、かなり時間がかかりましたが、イカのハリイカのお刺身と、こちらゲソのですねぶつ切り完成です。これは塩焼きで食べたいと思います。はい、以上です。ありがとうございました。